えこんにちは,うはようです今回ですね、あの、某視聴者さんの方からあ、ある自治体の方ですね、東京都内になるんですけども、自治体が主催する婚活パーティーがあったので、行ってきましたよということで、でまあ、結果の方もね、話は聞きましたけれども、でこれがねん、どこなのかっていうのは、ちょっとこれは防せてほしいということだったんで、で 一応ね、募集人数はですね、定員が男性12名、女性12名、参加費用が男女ともに同額3000円という形になっていまして、応募条件は男性35から45歳、女性は30歳から39歳ということで、多少この年齢差っていうのは男の方が年上のように設定されていると。 ということで、結果的に来たのがね、あの、男は12人来たそうなんですけど、女の人8名っていうことで、まあ、相変わらずこういうのやると、ねあの、ドタキャンっていうかね、一応申し込みがあったんだけど、急にキャンセルしましたよっていうのが、なぜか、えー、ドタキャンっていうのは女の人の方が数が多いって、多分、あの、他のパーティーとか、そういうのも用事も入れてたのかよくわかりませんけどね、なぜか女性の方が、あの、必ずドタキャンになるって,ってでもしかしたら、 この応募人数に全然満たなかったっていう可能性も、あと仮で応募してる人もいたりするんで、まあそこはね、あの、暗闇の中なんですけども、ブラックボックスなんですけども、まあそれを置いといて、で、一応おしゃれ空間で婚活パーティーということで、の方っていうか、まあ、都内の方になるのかな、これ。うんね、どっかで開催されましたよっていうことで,で、コミュニケーションタイム、で、 これがね、あの、流れを言って言いますと、イベントの流れは回転寿司方式の、あの、いわゆる通常の婚活パーティーと同じです。回転寿司トークで男の人が女の人の周りを回っていくというね、ただ長いんですよ。一人10分っていうね、一人10分ずつもう、なんていうのかな、じっくりとお話ができるということで、これが非常にいい点でございますね。で、主催のご挨拶ということで、 東京等から委託された業者であると。委託業者であるということを強調していたと。それぐらい我々は信用されている会社なんですよっていう企業なんですよっていうことをイベントの中でね、言われていたと。この回転寿司トークの最中は飲み物はドリンクカウンターに自ら出向いていくということですね。 だから途中で飲み物もついてますよって着座型の婚活パーティーだけども、まあ、他の業者の一般的な婚活パーティーと比べたら男の方が5000円6000円も取られて女の人が0円とか500円とか1000円っていうわけのわかんない料金スタイルとは全然違うんで女性の参加してる女性の婚活への真剣度合いがこれ全然違いますからね。えー、同額で3000、3000円ってことはいかに一般の婚活パーティーがぼったくってるかっていうね。 だから女性を0円にする代わり、男性の方に、これ、この話で言ったら3000、3000のところ女性0にして、男性にその3000分乗っけて、6男6000ですよ、割引して、ね、予約早めにやると5500円ですよ、5000ですよ、つって、つって、えー、帳尻合わすというね、えー。もうこの裏がこれを見て読めていくというので、ただそれがいけないっていうわけじゃなくて、だから業界の値段の相場っていうか裏には、 そういうことがありますよっていうのが分かるわけですね、これ。まあ分かったから何なんだって話なんですけども、まあこれそれを聞いて利用すべきかしないかっていうのはあなた次第ということですね。でね、あの自己紹介カードとかもね、あったようなんですけど、俺、それはね、ちらっと見せてもらったんだけど、あの、そんなに書く欄がないっていうね、シンプルで一番俺は良かったなっていうふうに思います。でかめですね、A4 サイズ。 用紙で、その10項目あるかないかぐらいのことを書くだけっていうシンプルな。余計な情報いらないですよ、正直ね、こういうとこって。うん、だからそれを考えたらね、全然ね、いいとこなのかなっていうふうに思いますね。で、このね、あの、視聴者さん自体が、このイベントのね、素晴らしかったと思う点っていうのをね、挙げてきまして、で、まずはね、男女の参加費が同額ということですね。 で、男女同額でキャンセルにペナルティが発生ということで、えー、だから、まあ、ちゃんとペナルティ料金もあるから、ドタキャンをする女の人っていうのは嘘ではないんじゃないかというところ、ね、が、これはさっき言いましたけど、あの、ちょっと怪しいよねって言ってたんですけど、そこはそんなに危惧するとこじゃないのかっていう。で、男女それぞれ同じプロフィールシートに記入って,て、これは男女差別ない。 男の方だけ収入ね、職業の年収の書く欄があって、女の方にはないっていうことではないんで、同じフォーマットで、え、プロフィールシートは回されてますよ。多分色違いかなんかなんだろうけどね。男は青で、女が赤とかさ、ピンクとか、ぐらいなのかなっていう。で、ただね、あとね、男性にはね、身長、体重、特に年収を書く欄がなかったってね。お金ではありませんよ。って知り合ってから聞いてくださいよ。 まあフリースタイルのような感じではあるので、だから、婚活結婚、何としてでも、みたいないやいや、そういうんではなくて、とりあえず、候補者を見つけてくださいねっていう感じなのかなっていうふうに、俺は思いましたね。だから、年収での差別が起きないのは、これいいんじゃないかということで、えー、この男性の方はね、言われてますけども、で、一人10分っていうね、約10分と、一般的な、 業者のイベントよりも長いよと。で、一人ずつ会話のね、時間をちゃんと長く設けていったのがいいんじゃないかと。これ俺も思いますね。3分5分で何が分かるんだって話じゃないですか。ね。なんか趣味の話したらそれだけで終わっちゃうとかね。はい、次、みたいなで。で、もう一周ったってもう忘れちゃうでしょ、一回目のことなんて。特に年齢が上がれば上がるほどそんなに覚えてないからね。あとそういう場ですから。う女性側の方はもう、ね、ひっきりなしに男性が来る。今回12対。 価値ですから男の方は4人多いわけで、だから、男の方は休めるけど、女の人の方は休みなく回ってくるっていうんで、まあ女性の方がこれ大変だなっていうところですね。で、マッチングの可否はイベント後に LINE 経由で、そこのイベント用のグループ LINE みたいに多分入らされるんだろうねで。そこ経由から、あの、個人個人に、あの、いい人いましたよとか、あね、こんなん、あなたはこの何番の人とくっつきましたよみたいなのを言ってくれるよとか。だから 会話が、ほら、婚活パーティー一周ね、して、はい、終了です。でも、集計による、あの、待ち時間がないっていう。ね、特に、無駄な待ち時間が、そんなに待たなくて済みますよと。無駄なマッチングした人の紹介時間、うん、がないと。だから、何番だ何番とかっていう発表もないですよっていう。さらに良い点は、マッチングしなくても、ね、相手から好印象を持たれていた場合、こっそり、こういう人もいましたよっていうふうに、 え、業者が間に入って知らせてくれるよと。で、この姿勢がね、あの、良くないですかっていうのは世話を多少は焼きますよ確かね、あの、他の婚活パーティーでもあったのよ。なんかこの第二希望同士とか、ほら、そういうんだと、なんか、後で何かをやると、アプリ登録すると、みたいな。あの、実はあなたのことをよいいと思っている女性からのアプローチをもう一回、こう、 敗者復活戦みたいにできますよっていうのもあったんだけど、それと似てるような感じにはなるのかなって。それはだからアプリに行かないとダメだけど、これはもう元々 LINE に入ってるから、もうその場で業者がちゃんとサポートをね、軽いサポートよ。あの、めちゃくちゃサポートしてくれるわけじゃなくて、そういうのもないよりはあった方がいいと思うんで、まあ俺もこれはまあいいんじゃないかなというふうにね、思いますね。 でこういうことを他の業者はやっているのかということで、ほぼやってない状況ですね。男性だけ高い金額を取って何もやらないところがほとんどだろうと。ねで。真剣に出会いをサポートとかってね、よくあるじゃないですか、見出しに我々の、ね、企業は。真剣にあなたたちの出会いをサポートしますと。真剣にサポートで。こんなのサポートしてないからね、他の一般の婚活業者、ね。それと比べたらちょっとやってますよっていうところで、 まあまあ、俺もいいんじゃないかなって。だから、それだと、このね、あの、視聴者さんの方も、それだったら、ちゃんと真剣サポートって、どこサポートしてんだよ。サポートしろよっていうふうに、強くね、あの、願っているというところでございます。で、そして何よりも、参加女性が、受け身の人が、あの、誰一人としていない。当たり前です。あの、 三千も払ってるわけですから、それは真剣に出会いを求めてきている女性人が多かったよっていうことでございます。まさにその通りですね。良かった点っていうところで。うん多分あの、有名なね、PTPT とかでも、そのぐらい積極的なのは少なかったなと。あれも年齢、ね、あの年齢じゃない、あの、値段がほら、女性の方はあの、多少取ってるけど、他の業者よりも多少取ってるから、ちょっとこう、 積極的な女性は何人かはいるけど、全員が全員じゃないよと。今回、このね、自治体でやったものは、あの、積極的な女性が全員でしたよと。と8人中8人が積極的という形ですね。で、アプリから申し込むだけの一般的な、あの、婚活パーティーとは違って、東京都のね、ホームページの方から、あの、 申し込まないといけないっていうね。その申し込みの一手間、二手間をできるかできないかで、一生懸命ここのイベントに参加しようという気持ちがあるかないかっていうのがわかるわけですよ。めんどくせえから応募しないの予想っていうのは気持ちが薄いからじゃないですか。だから、真剣に出会いを求めていたら、じゃあこの手続きめんどくさいけど、手続きちゃんと踏もうってなるわけですよ。だから、あの、昔ね、あの、川越の俺、氷川神社でやってた、あの、40とか50対50みたいな。 大人数の婚活パーティーのあれね、フォーマットがちゃんと専用フォーマットがあって、それを送って抽選であの参加できるかできないかっていうのを決めるんですよ。だからそういうめんどくさいことをちゃんとやっているからこそ、女性側も女性自ら俺に喋りに来てくれたりとか、あの、していただいたので、まあ、非常にあれもいい、あの、人数が多すぎたけどね、多すぎたけど、非常にいいイベントだったなというふうにね、だからそういうところですよね。 で、結果的にこの男性の方はね、マッチングしたそうです。ほぼマッチングしてない中で、あの、したということはもうね、かなりね、いい,い感じじゃないですか。うん。まあまあ、なんかね、あの、その辺は、まあまあまあ、うん、いいあれじゃないですかね、とい,いうところで。で、この男性は40歳で、40代でございます。うん で、相手は多分39歳以下だから、女性は30、30代。と、えー、いうことで、まあまあ、バランスもね、いい感じで、ギリギリ、あの、お子さんも望める年齢なので、まあ、あえー、よろしいんじゃないでしょうか、というところでございます。よかったですね、本当にあの、この視聴者さんの方もね、頑張っていらっしゃるので、あのぜひですね、あの、クリスマス、えー、ね、正月は、 ね、ラブラブな夜をですね、夜か昼か分かりませんけど、お迎えていただけたらいいんじゃないかなというふうに、ね、思います。それでは、えー、次の、えー、またね、動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。